日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる。今日本はどうなってるの？ロマンの春、リエの日本大捜査、スプリングバケーション in Japan。 今週は紀伊半島アドベンチャー第3弾、三重和歌山大発見第2章、伊勢市。先週は伊賀の体験型観光農園で牧場体験。おもろいな。ほうじな、あーまた待ってる。食パンだ、パンで食パンだ。見て見て。なんか、これでも臭味だ。いや、臭味だ。不思議だね。生きてる羊も羊の匂いだ。そうなの。ラムの匂いがする。今週は三重県の中心地津市へ移動。こちらの老舗で名物料理をいただきます。うなぎ、炭焼き。うなぎって言ったら高級料理ですよね。そうですね、最近はね。最近は、はい、でも最近高くなってるって聞きますけど、うんうん、でも日本では昔からうなぎはやっぱり高級なものですよね。ですよね。でもこの辺 の、 あの、うん、三重県津市ではもうあの市民の料理として親しまれてました。あ、そうなんですか、はい、比較的じゃあ、もっとお値段もリーズダブルみたいな、はいはい、養殖と野生の、どっちが美味しいですか？そうですね、やはり養殖のうなぎの方が美味しいです。あ、そうなんですか、はい、へぇー、はい、どう違う？ね、やっぱり天然のうなぎはですね、この辺で取れるのは硬くてですね、硬いんだ、はい、筋肉使うからですね、ですね、よく動くみたいな、はい、柔らかさがないんです。へぇー、はい、あ、養殖で甘やかされて育った方が柔らかい、うん、そうですね。じゃあ自宅でも養殖できるのか。自宅で買えるんですか。あ、水槽で買った場合はちょっと小さいままかな。やっぱり大きな池で買った方が大きい。そうなの、小さいままだったりするんですか。はい。この焼き方とかに何か秘密はありますか。そうですね、うちはあの炭焼きで焼いてますので。炭火だ、はい、おーしい。いい香り。炭焼きと普通のガスで焼くと何か違いますか。やはりね、炭の遠赤外線の効果で余分な油と臭みが消えまして、パリッと焼けますね。うわ、柔らかい。ほんとだ、ふわふわ。あの、なんかすごく空気みたいにふわっと身が柔らかくて溶けるみたいですね。うん、ふわふわ。あとこのタレがすごく、はい、なんかなんか深いですね。深い、深い。なんか違いますね。普通の醤油じゃないですね、うん、甘くて、甘辛くて美味しい。そうですね、もう、うん、ずっと創業以来継ぎ出し続けたタレですから。あ、はい、創業からずっと、はい、もう継ぎ出して、はい、創業はいつですか。そうですね、明治って言ったら23年なんですけど、はい、1890年ですね。1890年、100年前だね、はい、だからこれ、うん、この醤油は違いますね。違う、これじゃあずっとこのタレを大事にされてきてるんですか。はい。どうやって使ってるんですか、これ。作り方は教えてください。いやいや、作り方はもう企業秘密です。だよね、はいはい、うまっ。ダン、これもおすすめ。えぇ、ー、なんで虫食べるんだよ。虫じゃない、よく見て。虫やん。これはうなぎの骨。ほんとだ、骨だね。うん、今日食べてみる。おいしいよね。カレー味。そう、ここなんかすごいカレー味は珍しいような気もするけど。え、この作り方初めてや。うん、健康にもいいし、カルシウム。へぇ、カルシウム。おいしいよね。こうやって作るのかな。これも。店長さん、あれ店長さんは。店長さんは今もう焼いてる。忙しいのもここよ、大人気店なんだから。名物のうなぎを食べて、津市の中心地にあるデザイナーズホテルでゆっくり休養した翌朝、いよいよ三重の聖地へ向かいます。到着したのは伊勢市です。時代劇の世界、伊勢神宮の目の前のおかげ横丁です。イエーイ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 。雨降ってるよ。うん、雨降ってる。どうしたの。撮影中止。撮影中止じゃないよ。おかげ横丁はこの日本っぽい雰囲気、日本情緒いっぱいで、雨が降ってもすごいかっこいい。
本当だ、ちょっと煙突っぽいね。さっきね、三重県庁の杉崎さんも言ってた、うん、こういう時はこう傘を持って歩くとすごいいい感じの雰囲気の中でいい写真もいっぱい撮れるって。カッパでしょ、カッパ便利じゃん、ほら侍っぽいじゃん。あれ手はどこ行った？ないよ。あー残念だね。おかげ横丁はシウセがいっぱいあって、シウセ持ちながら歩いて食べるのがすっごい楽しいんだって。あるわー、チンシャオグンヤムー。じゃお、あや、どうも、チンパン、じゃあバレチンパン。あー店が多くてワクワクするわ。時代劇っぽい。姫でございます、姫でございます。いい匂いよ姫。あ、ほんとだ。じい、この店に入ろう。入りましょうか、うん、せっかくだから。いえいえ、こんにちは。おかげ横丁食べ歩き、まずはこちらの老舗からスタート。なんか焼いてますか？チーズ棒。チーズ棒って何？魚のすり身で作った半天のようなもので、なんかチーズをくるんで揚げたものになりますね。チーズ油断。1個食べたいです。1個1個？私の分は？大成功。じゃあ2個お願いします。2個お願いします。わ、大きいんだ。はい、お昼飯みたいですね。歴史が長いチーズ棒ですか？そうですね、100年以上。うまい、100年以上。もう食べてるの？揚げてて。チーズないんですけど、もう少し中まで。柔らかい、空気いっぱい含まれてるというか柔らかい、すごい。うん、ありがとうございます。次はお土産ショッピングタイム。マレータイム、マレーガー。わ、かっこいい、この店。わ、最高。うん、歴史を感じる。かっこいい。なんか、わ、日本っぽい。これ日本っぽい。あ、これはヘビだよ。ヘビの年だから、あ、飾るんだ、お正月に。かっこいい。この何の色これ？これは和紙製。おー、小さい、うん、ここ紙の専門店だって。いろいろ紙製のものがあるって。日本っぽいよね、伝統工芸。あ、こういうパックかわいい。ほら、あ、ほんとだ、かわいい。お土産バッチリやん。あ、いいね、いいね、いいね。あ、2階もある。あ、ほんとだ。へえ、あ、紙商品いろいろって書いてあるよ。そうね、やばい。紙商品、紙商品いろいろ、いろいろ、いろいろ。あ、このポーズカード見て。ポストカードかわいいね。 3D ポストカードじゃん。 3D なんだ、ほんとだ、飛び出すんだ。これおかげ横丁だよね。あ、よく見たらこれ、うん、猫が立ってる、かわいい。あ、かわいい。でもこういうのってさ、結構自分で作るの大変だったりするんだよね。だからね、うん、これはね、これ買ったらいいんだよ。見て、じゃじゃん、もう来てあるんだよ。あ、ほんとだ、押すだけでいいんだ。押したらこうなる。そうだよ、こういう人力車とかね、商店とかで、ポストカードになってる。おー、この景色見て。あ、向こうから武士が歩いてきそう。あ、思い出した。ん、クンフーパンダの光景だ。クンフーパンダ、クンフーパンダが日本の時代劇へ。舞台が日本の時代劇。忍者も飛ぶよ。これなんか見覚えがある。あ、トイレの中で一体でこれくらいがあるけど。本当だ、これは多分和紙を巻いてたもの。和紙の芯かもしれない。座れるなよ。うん、あ、気持ちいいね。食べ歩きもまだまだ続きます。こちらの老舗お肉屋さんへ。こんにちは。おー、どうも、こんにちは。一番人気のコロッケを2つください。はい、コロッケみんななんか好きだしね。コロッケ好きよ、日本人。なんでだ、コロッケ人気ですよね。はい、あ、これは、ね、ありがとうございます。はい、この3種類ありますけれども、なんか違いますか？はい、こちらがあのこちらが牛ばかりのミンチカツの3種類です、ね。もう1種類あります。あ、あの下バーの一緒ですが。どんどん売り切れるから。そうですか。もう下にもう準備がされてるんだ。じゃあいただきます。香ばしい。あ、そちら、そちら席あるんだ、うん、あ、かっこいい、このお店。あ、牛肉屋さんだ。うん、老舗なんだって。杉崎さん、すみません。ここ、すみません、杉崎さん、ちょっと申し訳ないんですが。あ、いただきます。今知ってる、杉崎さん、席取っててくれたんだ。僕セブだけど。はい、いただきます。うん、おはようございます。うん、本当だ、
あ、うん、あ、美味しい。もう味がついてる。あ、濃厚。うん、濃厚これ。すごくお肉の味がすごいしっかり、肉汁。そうね。うん、美味しい。香ばしい。なんでこんなに美味しい？なんでだろうね。うん。なんでそんなに美味しいですか？あのお肉のね、あの良質なお肉を使ってますので、はい、あのお肉の甘みがあの出てて、あのそれがあの美味しさだと思いますけど、良質なお肉から、はい、お肉の甘みがギュッと広がって、うん、砂糖とかは一切使ってない、はい、あ、そうなんですか。すごく甘いですよね。砂糖使ってない。うん、うん、歴史かなり長いと伺ってるんですけど、はい、明治42年の創業になりますので、あのお店が始まってから100年以上100年以上、はい、ずっと伊勢で、はい、やってます、はい、へー、わー、カラフォー、かわいい、ね、ここね、招き猫の専門店なんだって。ほんと？うん、入ってみよう。ちょっと見てみよう。うわっ、すごい、ね、1000店以上あるんだって。これ全部1000店？うん、すごいね、もうすごい、わー、カラフォー、かわいい、この辺。あ、ゴージャスこれ。うん、へー、いろんな種類があるんだね。あれ、おかしい。ん、これ招き猫じゃないでしょ。あ、なんか面白い。ほら、かわいいじゃん。ロバーターじゃん、これ。これ招き猫っぽくないけど、実は招き猫招いてるんだ。あ、一応招いてる。で、友達。友達。おもろいね。あ、本物っぽい。お、本当だ。本物かと思った。ちょうど大きさも。お、これね、お店の前にいたらいいね。これだ。私の着がん、着がん。あ、かわいい、だるまみたい。だるまの招き猫。うん、ね、知ってる、これ右と左があるじゃない。あ、ほんのだ、あるね、うん、右手を上げてる招き猫はお金を招く、左手を上げてる招き猫は人を招く。誰を招くの？まあ、お客さんとか。あ、お客さん。あと恋人とか。恋人？モテモテかもしれないよ。じゃあね、香港人にぴったりや。うん、彼氏とお金。そうだよ、両方あげればいい。あ、両方あげる、もういるよ。そうだよ、バンザーイ。オーイエー、もう幸せ。ブン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 。あ、この猫大変だ。なんで？仕事やってない、招いてないもん。寝てるように見えるけれども、右手を見てください、ちゃんと招いてるんだ。寝ながら招いてるんだ。チンガー、シュシュドホーラー。